にちは。今日はですね、2019年初ディズニー、1月8日からダッフィーのハートウォーミングデイズが始まったということで、ディズニーシーにやってきました。今日は一人です。ということで今日はダッフィーのハートウォーミングデイズのスペシャルメニューを食べていきたいと思います。それではおーちきら。今日はですね、じゃじゃーん、前回ゆりかちゃんとディズニーランドに行った時にミニーちゃんのコーディネートしたんだけど、その帽子だけ変えてシェリーメイちゃんのコーデになりました。大活躍。はい、それでは全部買ってきました。スーベニアね、最後に紹介したいと思います。じゃあまずはスペシャルセットはこちらです。スペシャルセットはいつもと同様にドリンクとポテトがついたこちらのバーガーのセットです。バーガーは今回はビーフパティ、ベーコン、レタス、トマトがサンドしてて、少しスパイシーなバーベキューサルサソースがかかってるらしい。それではいただきます。じゃーん、めっちゃ美味しそう。いただきます。ビーフが入っても超肉って感じで、ソースは甘い系だけどちょっとコショウが効いてて美味しいです。ごちそうさまでした。めっちゃ美味しかった。もう肉が食べたいっていう人に、ね、おすすめですね。続いてがこちら、じゃーん、美味しそうだしめっちゃ可愛い。なんかね、今回がグッズもそうなんだけど手芸というかそういう感じのがテーマなので、ここがねボタンとかがね乗っててめっちゃ可愛いの。でこちらがストロベリー&カシスムーススーベニアカップ付きです。それではいただきます。ホテルとかに出てくるようなデザートみたい。ストロベリーとカシスのこの2層のムースで、これがねベリーソースだって。ほらこんな感じでベリーも入ってます。甘すぎずでも程よく甘くさっぱりした美味しさです。ボタン食べてみる。チョコレートだ。これなんだろうね。これもチョコかな。うん、ね、口の中に入れるとサラサラって溶けちゃうチョコです。ごちそうさまでした。超美味しかった。ダッフィーのマフィン、ね、ボタンが乗ってるの。こちらがブルーベリーマフィン、スーベニアプレート付きです。ピンクのクリームと、あとここに多分ブルーベリーらしきものがある。じゃあいただきます。小さめだからさ、小腹減ったよって時にいいね。いただきます。なんかね、この黄色いチョコあるじゃないですか、4種類あるんだって。なんだけどどれになるかはお楽しみらしい。私は黄色でした。風味がふわっと口の中に広がる。あとはこんな感じでね、紫色になってます。真ん中にたっぷりブルーベリーが詰まってます。このカップケーキ自体はそこまで甘さはないって、こっちにねクリームが乗ってるから全体的にちょうどいい甘さになります。しっとりしててね最高です。じゃじゃーん、ごちそうさまでした。美味しかった。ですね、今回のスーベニアを紹介していきたいと思います。じゃあまずスペシャルセットのスーベニアがこちらです。じゃじゃーん、パステルカラーでめっちゃ可愛い。で街もたっぷりあって、こんな感じで中が保冷バッグになってます。次がこちら、じゃじゃーん、これがね水筒、320ミリリットル入るらしくて、こん
な感じでここをねポチッとやるとここから飲めます。でちなみにこれはドリンク自体につけられるので、私の場合はスペシャルセットでドリンクもついてたのでプラス1200円でつけることができました。次がこちら、じゃじゃん、ブルーベリーマフィンのプレートです。超可愛くない？メラミン食器なのでちょっと割れにくいと思います。これ食器とかじゃなくてさ普通に飾りたいよね。そして4つ目がこちらです。これがストロベリーカシスムースのスーベニア。これはね割れ物ですね。これでココアを飲もうと思います。はい、ということで今回は1月4日から始まったハートウォーミングデイズのスペシャルメニューを食べてみました。私的にベリーのムースのデザートがすごい美味しかったのでぜひ食べてみてはいかがでしょうか。あとマフィン食べたよって方、私は何色だったってぜひこのコメント欄で教えてください。それでは最後まで見てくれてありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。インスタとツイッターもやってるのでぜひ概要欄からフォローよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。